佐々木朗希は今ので8個目の三振ということになりました。そして、やっぱり5回で80球超え、2度3度松川のサインに首を振りました。先発ローテで回っていくことを考えますと、22試合の登板、一つの目標にも挙げている佐々木朗希。ここは坂本ついていきます。いい投手ですよ。そうですか、はい、なかなかね、あの、まっすぐだけの速さはなくて、時代の修学旅行で日本ハム対ロッテ戦を観戦したことがあると言っていた佐々木朗希、大きくその才能が開花するんでしょう。最後は外れてフォアボールです。ベンチに帰るか。ここもファールです。それプラス変化球をうまくこう使ってるところありますよね。ここもファールです。ここも最後まっすぐで行きましたが、結構あのフォークボールとかまっすぐの速さありますけど、ここもファールです。はい、こうして徐々にこう、こう見ました。ここもファールで粘ります。なる、低めに行ったらどうかですね。これですね、落としてきた。これがファーストゴロ。ここはファウルですか。ファウルですね。ファウルです。状態上がってきてますね。そうですか。さあ、2エンド2、もう一球ファウルです。ああ、低め見ました。さあ、フルカウントです。ここは最後見ました。ポランコ見た。粘って粘ってフォアボールを選びました。そして今年大きく成長を遂げるか、高卒3年目の佐々木朗希。キャッチャー外、中に入ったボール、センターバックする、バックしてどうだ、入りました。岡本の勝ち。一球を逃しませんでした。これぞ4番の仕事。岡本のオープン戦第5号満塁ホームランが飛び出しました。佐々木朗希打たれました。